どうも、ラモーンと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回もリクエストいただいた選手を作っていこうと思います。作成するのはミスターサブマリン渡辺俊介さんを作っていこうと思います。作成する能力はこちら。能力は指定をいただきまして、この能力を元に作っていこうと思います。球速136キロ、スタミナ B の77、疲労回復 D の50で、適正はなかったんですが、まあ先発適正20丸で、変化球はスライダー、カーブ、スローシンカーの3種類で、特殊能力は対左 B で、球持ちで、伸びをリクエストいただいてたんですが、このモードではちょっと伸びがつけれないので、まあ、本来やったらね、全然伸びがある投手だと思うんで、まあ、つけたいとこなんですが、残念ながらつけれないということで、ちょっとなしにしています。で、野手能力も、指定をいただきまして、でミートとパワーはですね、まあ、初期から結構 F 値が多いんで、多分難しいと思うんですが、まあ、他の能力値はできる限り目指して作っていこうと思います。ということで、早速行きましょう。よろしくお願いいたします。では、やっていきます。これはまた変更します。で、ロッテ顔はこれでいきたいと思います。で、フォームはこういうのやつがあるんで、これでいきます。では、渡辺俊介さん作っていきます。渡辺さんは、まあ、すごい低い位置から投げるアンダースローで、世界一低いアンダースローって言われてましたよね。僕は結構昔からアンダースローが好きで、まあ有名どころで言ったらやっぱ山田久志さんになるんですかね。いろいろいましたが、西武にいた牧田さんもアンダースロー、最近やったらソフトバンクの高橋くんですかね、アンダースローですよね。まあ、結構アンダースローとかサイドスロー気味が好きで、まあ、阪神の青柳さんは、あれはアンダーじゃないか、微妙なラインですけど、ああいう投げ方とか結構昔から好きで、なんかいいんすよね、惹かれるというか。まあ、昔阪神にいた田村勉っていう左の、まあ、あれもアンダーじゃないかもしれないですけど、まあ、一番初めに好きになったのが多分田村勉っていう、まあ、あんまりほぼほぼ阪神ファン以外は知らないと思いますが、一番初めに好きになったのは田村勉。あと渡辺さんはジャイロボーラーってよく言われてましたよね。まあ、確かにあんなに低い位置からボールを投げたら浮き上がってくる感じはありそうですよね。だからパワープロでも確かジャイロボーラーやったと思います。まあ、あのフォームからね、投げるには相当な体力が必要になると、まあ、強靭な足腰がないとなかなかあのフォームでは投げれない。やっぱピッチャーは足腰なんすね。だから中学校の時のあの監督は俺にあんだけ走れ言ってたやな。まあ見えないとこでほぼほぼ歩いてましたが、あの時ちゃんと走っとけばよかったですね。まあ僕は補欠でしたけどね。
ドラフトです。多分入れると思います。よし。では、能力を合わせていきます。はい。ということで、渡辺俊介選手、完成しました。指定能力、通りできたと思います。球速136キロ、スタミナ B、疲労回復 D、で、先発適正。で、変化球がスライダー。球威が B で、コントロールが C。で、変化量は3。で、カーブが変化量4、球威 B、コントロール C。で、スローシンカーが変化量4、球威 B、コントロール B と。で、特殊能力が対左 B。で、球持ちと。で、野手能力もできました。走力が E の43、補給52と。で、スローイングが D の53。で、肩力 C の62。で、守備適正の、まあ、指定はなかったんですが、まあ、B にしておきました。はい。ということで、今回の渡辺俊介投手は完成ということで、この動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございます。また、リクエストもありがとうございます。もしよかったら、高評価、チャンネル登録いただけると幸いです。ということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。次回もまたリクエスト選手を作成すると思いますので、その時はよろしくお願いいたします。では、失礼します。さよなら。